ウィゴール村の安全はひとまず保たれた。我々はヴァンパイア部隊長の一人ブローナーを打ち破ったのだ。これはすぐにもヴァンパイアロードの知るところとなるだろう。奴らにとって痛撃であろうが、すぐに体制は立て直されるはずだ。幸いなことに、城へと忍び込む秘密の道を知っている村人がいた。これをたどれば、城の下水道、さらには危険に満ちた城内へと足を踏み入れることができるはず。村人はガブリエルを神の救世主、その獲物をヴァンパイアキラーと呼ぶようになった。ああ、ガンドルフィ、君に聞かせてやりたかったよ。私はここでの用事を片付け次第、彼を追い、その支援に当たるつもりだ。Thank you.
ハハハ。